テレビ朝日の堂真理子アナウンサー、38月27日までに自身のインスタグラムを更新し、すっぴんショットを披露した。肌を休めるため、ほとんど化粧をしていなかったら、ノーメイクが楽しすぎましたと、ベランダで息子が撮影したという写真をアップ。化粧なしで、やや童顔に見えながらも、目元はクリッとして、肌は透明感に溢れている。同は2011年に第一子となる男児を、2014年に第二子となる女児を出産。二児の母とは思えぬ愛らしい顔立ちに、フォロワーから、すっぴんのクオリティ高すぎ、ママと思えない、メイク必要ないね、などと憧れる声が寄せられた。